さてね、夕飯をね、夕飯じゃない、昼飯ね、食べつこうかなと思ったんですけどね、さあ今日ね、何にしようかなと思ったらですね、まあちょっとね、ATM に、酔いたかったんで、ミニストップ行ってきたんですよね、ミップ行ってきたんですけど、そしたらね、こんなのがあるわけでございますね、ネギトロ丼。まあ見たことありますよね、ミニストップに行ったことがある人なら見たことあるでしょう。ネギトロ丼とか売っとって、まあ台の方買ってきました。550円ね。っていうことなんですけどね。たまにありますよね。なんて言ったらいいの？このジャンキーな感じのこのネギトロ。中落ちをネギトロね、ちゃんとした本格的なネギトロでもなくね、かといって鉄火丼でもなくね、なんかこのジャンキーなこのネギトロ、たまに食いたくなる時があるんですよ。で、まあまさにね、そのたまにのちょうどこれぐらいの暑さになってくると、なんかね、その食べたくなってくる感じがあったりするんですけど、そうやな、なんか今日はネギトロ日和やなという感じがしたんでね。ちょうど売っておったんでね、昼飯に買ってきましたというわけでございますね。ただね、私、まあ言うてこのミニストップのネギトロ丼、初めて食うわけじゃないんですよ。ですのでね、なんて言ったらいいのかな？あえて、言いたいことがあるわけでございますね。それはですね、好きなんですよ。ね、温めずにね、そのままパッと食べれますしね、非常に重宝もしてるわけでございますよ。ただね、これね、重宝してるんですけどね、ぜひね、ミニストップさんにはね、ちょっとね、ぜひ改善していただきたい点がね、一つだけありましてですね、それだけはね、ちょっとね、チラリと動画で言っておこうかなと思います。それはね、まあ、こんな感じで開けたら、こういうふうにネギトロがドーンと入っておって、まあ、たっぷり入ってますし、品質的なところはね、全然いいんですよ。ドーンと乗っ取ってね、食べることもありますよね。でね、ご飯の量が少ないとか、そのあたりがいいってなかったら、いや、これぐらいちょうどいいと思うんですよ。ね、で、これはいいんです。で、問題はね、ここなんですよ。このね、海鮮タレとかね、こんなあたりがついておってね、なんや、こいつの味が悪いとかね、そういうことが言ったのかって言ったら、そういうわけじゃないんですけどね、これがですね、見てわかるかな。直接ぶっ刺さってるんですよね。なもんで、これがね、取るとね、まあ、こんな感じで、わさびとかがね、びちょびちょなんですよね。なのでね、これがね、なかなか扱いに、困りましてですね、こんな感じで、海鮮丼のタレとかもね、びちょびちょになるんで、これ、今家なんでね、パッと手洗えるし、ね、でいいんですけど、結構これ、手が、油でびちょびちょになっちゃうんですよね。海鮮の油で。なもんでね、これがね、こうかけるとね、かけると、ここにもう手にね、びちゃびちゃついちゃうんでね。これがね、なかなか特に、コンビニなんでね、その出先で食べたりするときとかにね、ちょっとね、すぐに手が洗えんようなところだとね、なんかでね、わさびなんかも結構、がっつりついちゃってるんでね。これがね、結構手にびちゃびちゃってついちゃうところがあるんですね。ここね、なんかちょっとね、バランの一つでもいいんで入れてもらえると助かるかななんてことを思うんですけどね。いや、まあまあ、コストもかかりますしね。余分なものをね、省くっていうのも、大事なことではあるんですけどね。これね、いかんせんね、まあ、これちょっと画面だとわかりにくいですけどね。手が汚れるんですよね。なのでね、このあたりをね、ぜひね、ミニストップさんにはね、改善をいただきたいなという願いを込めながら、あとはいえね、ちゃんと食べますよ。なかなかこんだけガッツリとしたネギトロのやつね、売ってるところ、他の、ところないんですよね。ファミマで、ちょっとネギトロ、トロサーモン丼じゃないですね。握りみたいなのが、ちゅう巻きみたいなのが、ちょっとあるぐらいなんで。こういった海鮮丼としてね、ドンと売ってるコンビニさんが、何らかでね、作ってくれてるのは非常にありがたいんでね、これは別に改善しなくても私はね、リピートで食べますんでね、ただ改善してくれるとよりいいんじゃないかな、というような願いを込めて、ひとまず食べていく動画にしていきたいと思います。なんとね、食べる雑談動画だけでね、2本撮りにしますからね、さすがうちのチャンネルだなってことを思いながら、一旦この動画閉めて次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。